朗報 DeNA オースティン5月に復帰。記者今久志、大貫は今月中、バウアー、オースティンは5月頃に合流する可能性も考えられるか。三浦監督、そんなイメージをしてますし、オースティンも5月ぐらいに張っているのが今のところの予定にはなっています。戻ってくる時には打順も上位の方をイメージしてますけど、まずはこの4月を最低でも5割以上で戦っていけるかが大事。5月頭に2軍でも試合復帰なのか、5月終盤に練習に復帰なのかで全然ちゃうな。バウアーはともかく、オースティンは絶対無理やろ。枠どうすんの。今のままだと外は2軍落ちやな。オースティンバッティング練習してなかったっけか。オースティンは去年みたいな状態で上におられても困るしな。オースティン復帰とか言うけど、セリーグである以上投げられなきゃダメやし、絶対復帰とか嘘やろ。オースティンがラストピースなんだけどな。オースティンがサボり扱いなの謎よな。むしろハッスルしすぎて怪我したり、万全じゃないのに一軍上がってくるぞ。オースティン頼むから早く復帰してくれ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。